TT は1995年のフランクフルトショーで姿を現したアウディのスポーツクーペだ。公開されるや否や、そのデザインは大反響を巻き起こした。市販が開始されたのは1998年である。 TT のスタイリングは独創的で未来感にあふれていた。2つのホイールアーチから広がる幾何学的なラインは一世を風靡したバウハウスデザインにも似た美しさだ。インテリアのテイストもメカニカルかつ機能的なイメージのもの。アルミ、樹脂、革といった素材を上手に組み合わせ、未来派スポーツカーの雰囲気を巧みに表現している。エンジンは A3 や A4 に積まれる180馬力の 1.8 リットル直列4気筒 DOHC ターボが基本で、上位グレードには同じエンジンのハイチューン版が搭載される。タービン変更やツインインタークーラー装着により、ハイチューン版のエンジンは225馬力を達成。駆動方式は180馬力仕様が FF で、225馬力仕様は 4WD となった。 4WD はもちろんクワトロシステムだ。トランスミッションはどちらもマニュアルで、180馬力が5速、225馬力は6速であった。フロアを共通化している A3 よりホイールベースを9センチ短縮してクイックさを演出。フロントサスペンションは A3 と同じストラットで、リアは FF がトレーリングアーム、 4WD はトレーリングアームとダブルウィッシュボーンの組み合わせになる。デビュー直後にはスタビリティ不足も言われたが、その後の改良によって盤石の安定性を手に入れた。 TT は2000年にロードスターモデルを追加。2003年には 3.2 リットル V6 を搭載する 3.2 クワトロが加わった。250馬力を誇るこのモデルには新世代の2ペダルマニュアルである DSG が組み合わされ、その高性能ぶりが大きな話題となった。